修造の娘、松岡めぐみさんに宝塚ファン殺到、超異例の個別対応、新伝説、スター性証明。2018年5月28日6時0分、スポーツ報知。着物姿で募金を呼びかけた松岡めぐみさん。松岡めぐみさん、ガンマイクの下、音。イカコムファン宝ジェンヌを育成する宝塚音楽学校、兵庫県宝塚市、小林光一校長の生徒による恒例行事、すみれ募金が27日、兵庫、宝塚大劇場前で行われ、本科生、予科生の計80人が参加した。元プロテニス選手でタレントの松岡修造、50、の長女、めぐみさんも寄付を呼びかけたが、記念撮影を希望するファンがや、来たるしたため、主催者側が、数分だけ、個別対応、に切り替える超異例の場面もあるなど、早くもスター性を証明した。今年で55回目の実施となる音楽学校の恒例行事で、新伝説が誕生した。すみれ募金は、小児がんなど医療的ケアが必要な子どもたちが、家族と共に自宅にいるような環境で治療を受ける、ことができる施設、チャイルドケモハウスの運営などに協力するため、タカラジェンヌの卵が協力を求めるもの。生徒は色とりどりの着物姿で、当たり前の生活を諦めることがないよう、ご支援、ご協力をお願いします。と呼びかけた。寄付に応じたファンには生徒が花の種を送り、求められれば記念撮影にも応じる。このため、熱心なファンの間では入団前のスター候補生にアプローチできる、青、互いの場にもなっており、めぐみさんの元に続々、ファンが押し寄せた。募金活動は2部構成で、予科生による呼びかけが終わった後、上級生の本科生40人が、5人ずつ8班に分かれて劇場前に登場した。しかし、めぐみさんが並ぶ予定だった一帯はファンに予測され、すでにすし詰め状態。主催者側は混雑を避けようと急遽、より広めの場所に変更した。黒に白百合のシックな着物を着ためぐみさんは、大劇場のウェルカムボード前で募金箱を手に寄付を呼びかけると、そこにファンが大移動。一瞬で黒山の人だかりとなった。将棋倒しになる危険性もあるため、主催者側はめぐみさんを劇場ゲートの片隅に一人だけ、隔離。ファンと個別対応をさせる超異例の処置を施したが、めぐみさんは笑顔で交流を楽しんだ。会場には、めぐみさん効果もあってか例年より多い約3000人が訪れた。炎天下の熱気あふれる光景に、会場に駆けつけた元テレビ東京アナウンサー。ご母、恵美子さん、52、は、今日は遠くから見守っています。写真は撮れませんね、と、仕方なしの表情。卒業、入団まであと約10ヶ月。男役を目指して修行中の愛娘に、本科生になって、たくましくなったと思います。と柔らかな笑みを浮かべた。宝塚音楽学校、本科生の今後、6月前期中間試験。7月修学旅行、北海道が恒例。
夏休み、宿題、は歌劇団入団後の希望芸名の提出。尊敬する人物や憧れのスターの名前の文字を使うことが多いが、先輩の芸名と重複するなど紛らわしいケースは却下される場合もあるため、複数提出。旧月前期末試験。年明け卒業試験があり、歌劇団生徒からメイク術を学ぶ化粧講習を受け、翌2月に2年間の集大成の文化祭、宝塚バウホールの舞台に立つ。3月卒業、入団し、4月に初舞台を踏む予定、宝塚歌劇より小さい iframe src://http://as.hc.impactad.jp サーバー。アイズスクローリングイコールの hspace=0vspace=0framework=0marginhe ight=0marginhe